今日は神戸にありますエステティックヒーリングサロンリノさんの林優子さんをご紹介します。林さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そのリノさんの素敵なホームページ見ましょうか。お店の前の海岸ですかそうなんです。神戸市タルミ区っていうところでエステサロンさせていただいているんですけれども、はい、目の前が 海なんですねこの海と空を見ながらお客様を迎えしています。はい、皆さん、はじめまして。林優子と申します。私は美肌カウンセラーと食育アドバイザーをしています。えー、国際霊気普及協会の認定ヒーラーでティーチャーもしていますと。美容業歴っていうのは25年ほどなんですけれども、実はその前は、えっと、公立の幼稚園の教諭を 12年間していました。双子がいます。男の子二人のママでもあります。エステティック＆ヒーリングサロンリノを開業したきっかけっていうのが、あのずっとまあ美容のお仕事っていうのは。 出張でエステに行ったりとかあのお客様とあのお肌の相談をさせていただいたりトもトータルでね食事も含めての健康の相談っていうのをさせていただいてたんですけれども自分自身があの股関節を患ってしまいましてもう歩けなくなるところまで行ったんですね。あのこののままではもう自分の体を使して しまうっていうこといこで働き方をもう変えていかないといけないなって思った時に股関節の手術をしてリハビリ病院にいる時に霊気のズームですかねと出会いました前から霊気はしたかったんですけれどもなかなか忙しくって機会がなくってあもうこの今の状況の時にやってみたいっていうことですぐ申し込みをしてそこから リアルだったんですけれども退院ししてから定期の口座に入りましたもうその間にあの自分の心の中がクリアになっていってどんどん状況が変わっていってで気づいたら、まあ、ここマンションなんですけれどもこのマンションの一室が手に入ってあの海の見えるあの空の広がっているところで。 仕事がしたいなってなんとなく思ってたんですけれども、それが現実化してあのこのサロンをさせていただいてます。結婚してなかなか子供ができなかったんですね。股関節はもう本当に3年ぐらい前のこあのちょうどコロナの時期なんですね。あの遡って幼稚園の教諭をしてた時っていうのは本当にあの子供が好きで、もう転職だと思って。 多分一生涯幼稚園に勤めようって思ってたんですけれども、うん、結婚して今度子供がでできなかったんですあの不妊治療をしてたんですけれどもなかなかうまくいかずにやっぱり幼稚園っていうとどうしても子供相手だし走り回ってしまったりもするしもうこのままずっと子供ができない状態が続くんだったらあの困るなって子供欲しいなっていう気持ちがあったので思い切って。 仕事を辞めることにしました。仕事を辞めて自分の体を整えましょう。っていうことで治療が始まるんですけれども、もうその治療が本当に辛かったんですね。不妊治療、ずっと病院に通ってホルモン剤を打たれてホルモン剤を打たれると、もう気持ちもドンって下がってしまうし。いっぱい吹き出物も出るし。 でもともと幼稚園に勤めてる時からもうその頃20代後半ぐらいからねもうシミとかがすごく出始めたんです、うん、乾燥はするしシミは出るしくすむし、うん、でおまけにも最終的にはここにね大きなね薄い薄い乾板ができ始めて体もなんですけれどもボロボロだったんですであの幼稚園の先生って結構重労働だったりとか とにかく、まあ、例えばサプリメントい,いいのあるよって言ったら疲れ取れたよって言ったらみんなで買いに走ったりあれがいいよって言ったら <laughs> あのそれを飲んでみたりもしたしお化粧品もにいいのかなと思っていろんなものを試してみたりもしたんですけどなかなかそんな改善するものっていうのが中からもうらもなくってそれでもう逆にいいわって思ってたんですね。まあ、仕事を辞めて 不妊治療をしながらあまりにもあのすることがないのであの図書館に行もと本,本大好きであのいい子がいい子というかね健康な、ね、あの子供が生まれるようにじゃあ私はどんな食事とったらいいのかなとかで逆に経費読っていうことも知って毛穴からあの日用品なんかで、ね、子宮に行っちゃうとかっていうのもなんか本に書いてあったりして体のこととか あのお肌のこととかを見つめる時間ができたんですね。うん、でそうしてるうちに、まあ、あ,のある出会いがあって、まあ、スキンケアの勉強あとカラ,ーカラーの勉強メイクの勉強なんかもすることになってそこからあの美容の世界に入りました。はいまあね、不妊治療自体はね辛かったと思いますけどそれをきっかけにこの美容の世界に入ったということですよねそうですね。 でもおかげさまで自分の,あの体調も本当にまあよくなりまして栄養とかねまあサプリメントも取り入れながら良くなって男の子の双子ができたんですね。うん、その間に間も今25歳なんですけれども25年間ずっと子育てをしながら自分のペースでってやってきました。あのリノっていうのは、 ハワイ語で「輝き」とか「結ぶ」っていう意味があるんですね。であの私ここのねマンションがから外を見た時に、うん、ほんとちょうどね今の景色がね広がってたんですよね。海を見た時に「輝き」っていう言葉が浮かんできたのと子供がね実は「もきと「直樹」っていう名前なんですけれども「輝く」っていう字が木についてるんですよね。うん もう輝きっていうのが本当にそ,その言葉が大好きであの素敵な人がこのサロンに来てくださってより一層ね輝いてご縁が結ばれてっていうそういうのをイメージしてリノっていう名前をつけました林さんからちょっと素敵な動画をお借りしたのでちょっとそれ見ましょうか。 っていうのがあの来ていただいた方がリゾートみたいだねってよく言ってくださるんですよね。うんうん、心身魂もう癒されていただきたいっていうことでスペシャルコースっていうのをご用意しています。好きに好きにこのねあのお部屋を使ってくださいっていうことでホテルまでは行かないですけれども全てお風呂からね景色から。 そこに今、私、エステやヒーリングで関わらせていただくということで、そういうコースがあります、スペシャルコースですね。でこれを体験してくださった方は、本当にあの皆さん喜んでくださってて、なんか旅行に来たみたい、リゾートに来たみたいっていうふうに言ってくださいます。 あのまあ、ボディとフェイシャル基本コースあるんですけれども本当癒されるっていうことも本当にねあの大事なことだしいいんですけれどもあの結果も出していきたいって私は思っています。来てくださった方があ気持ちよかったわっていうのと同時になんかボディが軽くなったとかなんだかあのむくみが取れたわとか。 セルライトがなんだかみたいなところでサイズダウンをしていただいたりとかそれを私もいろんなところに、ね、今まで自分がお客さんとして通ってきたんですけれどもあの気持ちが良くってもそれで終わり次の日にはまた元に戻ってるっていうものも多かったですしボディとかあのサイズダウンをさせようと思うとすごく痛いことをされるんですね。す気持ちがい時 <laughs> 全くなくってもう痛くてしょうがなくってこんな思いをしてまでいいかなって思う経験もしてきたのでこのサロンは癒されながらしっかり結果も出していくっていうあのそれは他にはないかなっていうふうに思います。 やっぱり女性が多いですで女性の少しねあのお年を重ねられた、まあ、私たち世代ですね、まあ、40 50 60 80代、50代、60代、80代の方もも、ね、来られたりもしますそういう方っていうのは、まあ、ボディーもそうなんですけれどもあとフェイシャルですね若い時に戻りたいっていうことで来られてマイナス5歳肌、うん、マイナス5歳っていうのを言ってるんですけれども、うん、そんな方が来られます。 あとはですね。あの最近多くなってきたのが施術家の方なんですね。整体の先生とか同業者の方がね。来てくださるようになりました。あの、私自身はね。あのエステティシャンとして今までしてたわけじゃなく、うん、本当にまあ、トータルでさせていただいてたので、あの初めはね。 それこそもう人気の整体師さんとかねらあの来られる前は、うん、いやどうしようかなってもう逆になんかハードルが上がって緊張してたりし,てしたんですけれども、うん、皆さんねおっしゃるのがねこんなエステ初めてって他にはないよって、うん、高級ねエステサロン本当にもう私のこのねサロンの料金の 2倍3倍のエステサロン指導をされてる方が言ってくださったことがすごく嬉しいことだったんですけれどもエステでたくさん高級な高価な機械を使ってあの私たち教えてますってだけれどもこんなにあの、まあ、簡単というかシンプルでそれでこんなに結果の出るものっていうのは 他にはないよって言ってて言くださるんで、すね林さんのところはオールハンドなんですかほぼオールハンドなんですけれども、そこにハンディタイプの、ね、機械を入れています。その機械っていうのは、本当にあの結果が出るから入れてるんですね。ももう一つははそれ自体は私も 家で使ってるものなんです。ホームエステっていう形で使わせてもらってるんですね。うん、あの、それがあまりに効果があるので、エステにも取り入れて使ってるっていう感じなんですけれども、エステサロン来てくださってもね。例えば、一ヶ月に一回来てくださったとしても、それだけでは効果って持続しないんですね。やっぱり、普段のお手入れっていうことであったり、どんな材料を使ってお手入れされてるかっていうことで。 違ってきます本当にお家でも使える使い方っていうそれとお手入れの仕方っていうのも一緒に指導っていうのかなお伝えさせていただいています。1ヶ月ごとに来れられなかったとしても2ヶ月3ヶ月後に来られたとしても、うん、お家でで、ね、とっても安いお値段でねあの普段のお手入れをされてる方はいやすごく綺麗なになっていかれるんですね。 この素敵なサロンのリノさんへのアクセス方法を教えてください。神戸市垂水区です。えっと JR の垂水駅か山陽電車の垂水駅で降りていただいてそこから徒歩6分のところにあります。予約はこのご予約というところでいいのかなそうですね。 このホームページの一番下のこの電話マークとかインスタとかそういったとこから予約でいいのかな、はい、で,、ね、で私のこと個人的に知ってくださってる方は直接 LINE でも多分 Google 検索なんかで,でも出てくると思いますのでよろしくお願いします。メニューを見ててこのスペシャルオーダーっていうのがちょっと気になったんですけど。あのこの,、ね、あのエステサロンで 輝いて皆さんに輝いていただきたいっていう気持ちでさせていただいているんですね表面がきれいになったとかあのそういうことではなくって本当にあの心身魂全部が輝いていっていただけるコースと思っていますもう最低三ヶ月で体をリセットしていく本当に体の状態心の状態すべてを良くしていっていただく理想の、ね、ボディになっていただくっていうことで あの本気の送信コースっていうのを用意させていただいてるんですねやっぱり皆様は本当体は違いますからその方に応じてご予算も無理のない形でカウンセリングの上オーダーメイドコースっていうのを作っていますでこれお値段はその人に応じていろいろ変わるということですかねそうですねで先ほど優子さんの話で礼気ということ出てきましたけどこの礼気コースについても説明していただけますか えっと、霊気はちょうど101年前に日本発祥なんですねあの。京都の倉間山っていうところで誕生したんですけれどももう今はねあの世界121カ国に展開してヒーリングメソッドなんですね。はい、で欧米ではね代替医療っていうことであの医療の方にもね採用されたりもしています。私は イキヒーラーであり、イ気ティーチャー、イ気マスターということで、このメソッドによって、心身、魂、全部を癒すっていうことをメニューの中に入れさせていただいています。